聴いただきありがとうございます。今日はですね、石垣島にいる友達があるものを送ってきてくれたので、そちらをご紹介したいと思います。それはこちら、パイナップルです。石垣島のね、パイナップルを送ってきてくれました。2つあってね、1個がピーチパインと、こっちがね、何だったかな、あ、パインハワイです。この2つのパイナップル送ってきてくれました。大きい。その友達に聞いたら、食べ頃はね、オレンジ色になった時やって言ってたんですけれども、こっちなんかもうオレンジ色通り越してもう結構熟してきてると思うんで、今日はね、こっちのピーチパイン食べてみたいと思います。ただね、切って食べても面白くないので、もう一つね、あるものを準備しました。はい、パイナップルスライサーです。今日はね、これを使ってパイナップル切っていきたいと思います。はい、それではね、早速切っていきます。まずね、このヘタをカットしちゃいます。それでね、あとは簡単で、ここの高さをまず、メモリが、ここにメモリがあるの分かるかな、ちょっとライト落とそうか、あ、受け取った、ちょっと明るすぎたね。ここにね、メモリがついてるんですけど、ヒントは今の、見えますか、見えんかな、まあ、ここにね、メモリがついてるんです。で、これを高さ大体合わせて、今やったら2ぐらいのところがね、大体いい高さなんで、ここまで切り込んでいきます。で、この裏がこんなギザギザなってるんで、芯のところに押し当てて、あとは回していくだけ。で、入ってしまえばこうやってカリカリっとラチェットになってるんで、握りを変えることなく、1でもいったかな。そしてこれをあとはそのままズズ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 。そして、これをどうするかっていうと、これちょっとそっちといてもらえます。これね、ここにボタンついてるから、ポンって抜けるんですよね。で、抜けたら今度これをひっくり返して、トン、ほらほらほら、見た、見たかい、みんなと、これだけ、これで、はい、綺麗に切れましたね、これね。あ、もう一切、もう早速一切やけど、これをカットしていきます。半分ぐらいにしようか、こんな感じです。ちょっと食べてみようか、絶対美味しい、これ。あ、いただきます。よー、あんま、あんま、これなんやこれ、めっちゃうまい、感動すぎる。このまま食べるのがね、一番美味しいのはもちろん分かってるんですけれどもね、ちょっとだけ料理したいと思います。いただいてみましょう。まあ普通のやつね、ノーマルのやつはここに乗っかってる。これはね、当然美味しいんですわ。じゃあちょっとアイスついてもらう。はい、いただきます。
うまい、うまい、ありがとう、めっちゃうまい。うん、こっちはね、バターでソテーしてシナモンをかけてみました。うまい。なんかね、焼くと甘みが増すらしいんですよ。めっちゃうまい。めっちゃうまい。普通のもやばけど、普通のが一番うまいから、うん、こちらへ。はい、本日はですね、石垣島から送ってもらったパイナップルとこちらパイナップルスライサーのご紹介でした。こちらの商品はね、また下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければ皆様一度ご覧ください。はい、本日の動画は以上となります。この動画面白かったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。バームクーヘンとかはね、あるの知ってるんですけど、中の方にもね、ちょっといろいろ面白い。